次のページ次のページ開けない。行く楽しいです。ね、あ、落ちた。あ、あ、引き出しを開けるといるんですよ。で、私入れてないですよ。びっくりしました。なんか後ろから入れるみたい。ここの犯行現場、現行犯だよ。現行犯ですよ、猫た。猫た。あ、ダメ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 。詰めるとなんか視界が真っ白。猫た。猫た、何やった？何やった？あれ何？はい、ただいまお送りしたのは Q チャンネルの CM 動画になってます。 Q チャンネルではいろんな出会いがあって、にゃんこちゃんズだけではなくたくさんの交流をさせていただきました。前のチャンネル名は黒猫と猫たとお猫ママという名前でした。で、今のチャンネル名はブラックキャット猫たになっています。1月1日で YouTube チャンネル1周年記念のはずだったんですけども、ちょっとね、海の苦しみを味わって、もっとなんて言ったらいいのかわかんないけど、猫らしいチャンネルっていうのかな、したく生まれ変わったつもりです。だってママでしゃばりだもん。だけどなんかもう、力量がちょっと。で、1月1日にこだわり、1月1日に出直して始めたこのチャンネル、過去動画もリメイクして配信しているため、子猫時代猫たと現在の性病猫たが登場して、子猫時代猫たと性病猫たがリンクし合ってしまい、異色の SF キャットファンタジーバックトゥーザフューチャー YouTube チャンネルになっています。どういうこっちゃって意味わかんめなんですけど、またお猫ママが出しゃばったらすいません。出しゃばるよ。なんせコスプレが好きなもので、こんなことになんかたびたび登場するかもしれないです。これからも猫動画を主体に配信していきますので、どうぞよろしくお願いします。いつもコメント高評価ありがとうございます。黒猫の猫たとお猫ママの励みになっています。とっても嬉しいです。萌え萌えキュンキュン。何しとん。猫たは今日も元気いっぱいです。ご視聴ありがとうございました。